今回のジゲモンボイスのコーナーは、養鶏農家横田ブロイラーの横田清弘さんをご紹介します。横田さんは昨年養鶏部門で内閣総理大臣賞を受賞するなど、畜産農家として高い評価を受けていますが、37年前養鶏を始めた頃は決して順調ではありませんでした。いや、うちはですね、タバコ作りが本業だったけん、でみんな反対したけん、家族親戚、タバコは親父が税金タバコのはそう習ってしとけば間違いながけん、食いっぱぐれながけんタバコはしろやと。で時間が取れんもんで、取り替え時間で自分が思うようにで食って思ったけん、それでお金が毎月で入るやり方ができる。でタバコは1年に1回で、それを食いとくれるんですよ。毎月入ってくれば、それでもいい学校できる。養鶏を始めた頃、横田さんは会社のように安定した経営を目指しましたが、なかなか思うようにいきませんでした。そこで養鶏のマニュアルを頭に叩き込み、他とは違う方法を考えました。やっぱ床をいつでもきれいにしてよ。床のここの、まあ、濡れとればそこには取りよこんけん、その床はきれいにしとって、抗菌腕というもんけん発酵してくるいけん、水分は絶対湿度はいるばってきれいにしとけば発酵してよ、お腹もぬくめてくるいと、病気もせん。数多くの賞を受賞した今も、養鶏に対する横田さんの姿勢は変わりません。人の話をよく聞く、やっぱ自分にない話がみんなあるけん、その自然に自分も育てる。宮崎にも指導にも行くし、いいことを聞いても来るし、で熊本でも集まってで指導しに行くばって、自分もいいことを聞いてくるよ。自分は自分の考えつけないけど、人と触れ合って話し合えば住人になるわけ。自分が考える、人のいいことはあるけ。現在では横田さんの意思を受け継いだ2人の息子さんも、10年ほど前から後継ぎとして養鶏を営んでいます。息子さんたちに常に言い聞かせていることがありました。で住家なんて将来は自己責任になる場合って読んじゃうよ。続いて3段階先のことを考えて仕事を今しろと。次楽になるねん。続いて3段階先のことを考えて仕事しておけば仕事に終われねえよからは。今3段階先のことを考えておけば、あがんしたら鳥もあがんよかねえって、それになってくる。次仕事をするときには3段階先のことを考えて仕事をしておけ。で終われんでしょ。鳥もあがんしたら鳥もあがんよかねえって、それになってくる。私も横田さんのお宅で塩コショウだけで味付けした鶏肉をいただいたんですが、独特の匂いもなく柔らかくて本当に美味しかったです。横田さんが生産している鶏肉は有田鶏というブランドで販売されています。地元のスーパーではすぐに完売してしまうほど人気の商品です。有田鶏に関してのお問い合わせは有田株式会社、電話番号は0955-46-2220、0955-46-2220です。またウェブサイトで購入することもできますので、有田鶏で検索してみてください。